なんかなんやかんや右玉になるみたいな、そういう感じでいきますか。でここ上がっといて、あなたが先手です。よろしくお願いします。対局開始。いらっしゃい、マサです。今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ、相手の方がね、なんか地下鉄飛車が得意って書いてたんですが、まあどういう形になっていくのかってところなんですけど、まあ角道開けてこないね。あ、これなんか嬉野っぽい、嬉野っぽいんで、どうしようかな。まあ金上がるだけ上がっとこうかな。で歩ついて桂跳ねてみたいな感じでいこうかな。でどうしようかな、これ歩ついてみたいな感じがいいかな。歩ついて銀追い返す形にしたいなと思って、嬉野っぽいけど嬉野じゃないのかな。なんか引き角っぽく引き角っぽくやってくるんでしょうか。まだ角がここにいるんで、まあ引き角やってくんかな、やっぱね。端で様子見ますか。なんかやりたい手があるかって言われたら、ああでもこれなんか銀がこっち出てくるんだろうね。出てきた瞬間に歩つくか、か歩ついて、うん、そうね。これ別に米長琉球戦やぐらいとかそういうわけでもないよね。これさ、ただ歩ついたらどうすんの、これ歩ついて55に来て、ん、まあとりあえずこういくか。こういって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 、ん、まあでもこの形はなんかここの銀がちょっと負担になってる感じもあるんやけど、桂跳ねるとどうすんこれ。桂跳ねると銀が出てくるんかな。桂跳ねるか、跳ねる手もあるな多分。か一回こっちついとけば、ここを55ついて銀が出て歩ついて銀が下がることになってみたいな感じでいきますか。わからん、ちょっとわからんけど、まあ、そういう感じでいきますか。まあそれはここついたらどうすんの。まあ下がらざるを得んでしょう。でこの銀がちょっと負担になっとるから、まあこうやってなんか伸びすぎかな、どうなんでしょうね。ああ引くんだ引くんだ。まあでもこの形になったらならば、この歩が浮いとるよね。でも歩横歩取っても上がってきたタイミングでアウトやから、まあ銀上がってなんかあれしましょうか。なんかあの雁木っぽく刺しつつって感じでいこうか。あー結局矢倉にしてきたか。となるとなんかこっちは雁木系の将棋になるのかな。雁木系にしましょうか。でどうしようか。まあとりあえず銀は上がるよね。こっちかな、まっすぐ上がっとくんかな。でここの歩は取らないっていう話なんで、右玉いくか。やっぱなんかなんやかんや右玉になるみたいな、そういう感じでいきますか。でここ上がっといて、取らないよと、ここやっとこっか。で取られて銀が出て、銀はまあ同銀かな。飛車回ってきたら金上がるかな。うん、それは同銀かな。でこっちは左の銀をさばくことに成功した形ではある。で、相手側はまあ相手は攻めの銀を交換した形になってる。ここの歩打つと角どこに行くんですか問題があって、あそこなんだ。へえ、
ほな、まあこっちも角道開けさせてもらいましょうか。で、これで角交換してこいってことか。飛車がここにおる形になるんでしょ。なんか瞬間なんかありそうなんだけどね。まあ取るよね。取って同角、同角みたいな感じがいいのか。一回避けとく手もあるかもね。いやいや、角は交換させたくないですよって言って、角ひらりとかわしとく手の方がもしかしたら価値が高いのかもしれない。かわしてみるか。かわす、垂らされる、ん、いやでもこれね、多分ね、あるわ。角とりあえず交換だわ。で、一歩持ってるから、ここの突き捨てが入るな。で、同銀なら、ここ角打ちで、飛車と香の両取りですよっていう。なので、まあそうしてくるんだけど、次歩が決まりそう。で、歩で取って桂跳ねて、みたいな。でなんか無視してきても、なんか桂ならずで一回王手が入りそう。この一歩ここに使ってよかったのかどうか問題はちょっとあるんけど、まあ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 って感じかな。まあその辺は感想戦でちょっと検討先生に聞いてみようっていう感じなんですが、ここのね、なんか右玉の位取ってる形がどう響くかですよね。横歩、とりあえずなんか当てながら、先手取りながらなんか取り込めた方がいいのかなって思ったら、やっぱ銀打ちたいけど、か桂跳ねるとか。桂跳ねて、桂跳ねかな、こういうのは。で、これは飛んどいて、まあでも確かにね、こうなると飛車がね、ここから消えたんで、大手飛車じゃないや、飛車と香の両取りはなくなったっていう形になってるんですが、そうね、どうしよっかね。なんか一回筋っぽいからこの辺ついておくんじゃない。で、角打ち、ああ、それはね、残念ながらこれが先手じゃないかな。まあ、桂馬は取られるんですけど、歩成が入って厳しそう。さあ、金取りですよ。飛車もなんか働いてきたね。まあ、銀と桂の交換で、まあ、玉頭になんか銀がいるんだけど、まだ大丈夫そうかな。これは一回取るよね。取って王手飛車かな。ということで逃げるんですが、ちょっとそれは厳しそうだよ。例えば、まあ、無視しとってもいいのかな。か、なんかいい手ないかね。なんかいてないかね。寄って取って取った時に桂馬角やろ、で取られるやろ、でここに角打った時にそれは詰めろ飛車取りやろ、取って取ってになるやろ。でその時に角角桂馬渡してる形になるんか。カクカク金か。まだ大丈夫と見るならば、そういう風な手を指したいし、歩打ちが詰めろか。これ次金打ちまで詰めろです。守るなら金で取るしかないのかな。
ということで金で取っていったんですが、こういうのはどうするべきなのか。角打つ詰めろやね、角打つ詰めろやね、ここ歩打ちの詰めろやろ。角打って玉こっちなら銀で足すか。3分、角打ちかな。腹角っていうんかねでもこれ詰めろやです。まあ、金が下がっても、まあ、銀打ちかな。銀打ちで次の金打ち見せて詰めろになるから。で、玉なら今度はここにやっぱ力足したいから、まあ、銀打ちじゃね。腹銀。腹銀。これもまた詰めろです。受けないかんやろ。避けたら、金が避けたら金打ちから積むんで、かといって玉が避けれてもなるで積みやから。はい、ありがとうございました。勝ちました。はい、感想戦やっていこうと思います。はい、感想戦やっていこうと思います。今回ですね、右玉、まあ角変わらずの、角変えずの右玉対矢倉みたいな形になりました。評価的には、まあ、こっちの方がいい時間帯が多かったけど、ひょこっとね、なんか互角に戻ってるところあるんで、ちょっと見ていこうかなと思ってます。はい、本譜のね、53手目ですね。ここの歩を使って俺は次歩に行ったんですけど、5三銀打ちっていうすごい手があるみたいですね。5三銀。例えば避ける手、まあ、取る手も考えてみるか。取る手は多分ね、角打ちかな。こっちの方がいいかな。こっちか。角打ちで、まあ、飛車寄って、たら、まあ、取ってこれが詰めろか。でこっち取ったら、例えば取ったら詰みなんで、なのでこの手は受けないかんないけど、まあ打ちたいところに打てで5二銀打ちなのかな。で金と銀の交換してって大駒くれっていう、まあ馬やるから飛車くれよっていう交換入れといて。で、まあ、ここで避けるんか。なるほど。あ、これそうね、桂跳ねじゃなくて金上がりもあったね。なんか後々の筋で、そうね、この継ぎ歩で評価値がガクッと下がっちゃったんだ。なるほど。いや、かといって5三銀見えるかなっていう問題がありますよね。はい、で5三銀に対して例えばこう金をくっつける手には、まあ金銀、ん、金銀交換しといていいのかなと思ったら、そうではない。9五角、まあ銀はまだ生産しなくていいよねという、生産しなくていいよねってしといて馬作るのか。取ってくれた方が嬉しいのか、取って馬の方が。まあ確かにね、飛車の動きも制限してる感じするな。取って取って、例えば飛車がいなくなればこの金打ちで済みやから、まあまあまあ、でもこうやってやっとくのかな。はい、本部のね63手目の銀打ちですね。ここで一気に傾いたみたいですね。やっぱこう歩成りが入るところに飛車がいるっていうのがかなり厳しいですよね。銀桂交換どころじゃなくて歩もと金もできちゃってだからね、これは痛いよね。で取って取って、あ、取ってと思ったら取らんのや。取ったら確かに王手飛車あるんで、これはアウトでしょうって言ってて、でこれなんか先手勝ちってなってないけど、どういうことよ。4一銀からなんかいいと言っている。4一銀、なぜ4一銀。例えば金が避けると歩打ちが痛いのかな。角打ちか。あ、違うわ、これこっち壁になっとるからこっちに打てるんか。かといって上がっても、そうか、今度2三銀があるのか。でこっち封鎖しといて、またここに打つよって言っといて、取ったらまあ頭金やから、
なるほど。いや、金動きにくいのか。かといってこうなら、まあやっぱここに打つんかな。違うんだ。これは生産するんかな。3二金。まあ同金でしょ。で、銀なるとかしといて、王ってでしょ。で、4一角。こっち側には来れないから、上がるか、下がるか。下がったらアウトやで。ここは金、あ、そっか、金で打っていけばいいやろ。ここもここで金打ちの一手詰めか。なるほど。だから意外とこう、銀引っ掛けが、いい手なんですね。銀引っ掛けに避けにくいんだ。銀引っ掛け避けたら、そっか、詰みか。銀引っ掛け、上でも2、3銀で、とりあえず金が、ここの地点からいなくなれば詰みですよと。へえ、4一銀上上がったら2三銀打ちで取ったら頭金やから、これつらって感じか。はい。で、本譜はね、腹銀打って相手の方が投了されたって感じなんですが、ここからはですね、まあ王手かけにくいよね。角しかないもんね。これ王手かかんないよね。まあかといって受ける手、まあこうやって受けても、まあ一回生産とかするとか歩とか打っとくぐらいで大丈夫か。歩打ちか。生産したら銀が効いてくるからよくないかな。歩打ちなんだ。取ったら取ったらならずで、角通して、まあ取ったら金打ちなんで、避けるんですけど、避けたら避けたで、まあ金打ちやろ。で、ここも、あ、銀打ちで合うとか。あ、うま。で、かといって、これなんか無視して、なんか別の手指したとしたら、まあ取り込まれて同銀同銀でアウトですね。生産されてアウトですね。なるほどね。まあといったような、攻め方で、まあ勝ちだったみたいですね。はい、いかがだったでしょうか。今回ね、なんだっけ、これ、角変わらず、角交換しない型の、まあ、右玉と、矢倉系の戦いやってきました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。